写真ですけれども、2004年に私行った時に撮った写真でしょうかね。先ほどお話ししたところですね、これは。それでこれはですね、何をしているかっていうと、スピリット湖の中を調べようと思ってですね、今からこの潜りに行こうとしている人ですね。多分この中にいないですけど、今写真を撮っているのがスティーブン・オースティン博士ですね。この研究をずっとスピリット湖の研究をしてた方 で、このスピリット湖の底の写真なんですけれども、こういうふうに木の皮が落ちてですね、ボロボロになったものが下に落ちて、それと一緒にダグラスファーというモミの木ですね、それが縦になったり横になったり積もっています。で、木の皮が擦れて沈んで泥炭のようになっているっていうことが分かったんですね。で、スティーブン・オースティン博士は地質学者ですけれども、想像を信じている地質学者ですね。で、彼は、この様子を見てですね、ノアの洪水の時に何が起こったかっていうのを想定しました。ノアの洪水の時は世界中の陸地がです、海の底になったわけですね。で、木も当然火山噴火とかいろんなものによってこう吹き飛ばされたりして、おそらく海の上を漂ったんではないかっていうふうに考えました。で、これが石炭の起源ではないかっていうふうに考えたんですね。冬マットモデルというふうに言いますけれども、この緑の部分は実は木の丸太と泥みたいな部分ですね。それが浮かんでます。で、風で一箇所に集められて、でそこのところでは木と木が擦れて川が下に沈んで泥炭になるっていうことですね。皆さん、石炭って木のどの部分からできているか知ってますか？あんまり考えたことないですよね。どうでもいいことだと思いますけれども、実は木の皮が固まって石炭になっています。多くの人は木そのものが石炭になっていると思っているかもしれませんけれども、木の皮が集まっているんですね。どうしたらそういうことが起こるのか。もしノアの洪水が起こったら、こういうふうに木がこう擦り合わされてですね、木の皮が下に沈んで、で石炭の層ができる。多分こういうふうにして石炭ができたんじゃないか。これスティーブン・オースティン博士の、今から40年前ですから、まだ若い時ですねもう80いくつになってるんじゃないかと思いますけれども、そういうふうに石炭っていうのはノアの洪水があればできるんだということですね。また今日ですね、一日で石炭ができるっていうことをいろんな科学者たちが実験して成功しています。先ほどお話しした丸太ですね、湖面には昔であればたくさんの森がここに存在したんじゃないかっていう、この化石の森と呼ばれているところですけれども、で、この木を調査した結果ですね、この木の下の部分にもし本当に森があったんであれば根っこがあるはずですよね。根っこがないんです。おそらくこれはノアの洪水の時にやはりこう木が沈んでですね、左上の絵みたいに沈んで、それでこういうふうに埋まったんじゃないかっていうふうに考えられます。で、昔はイエローストーン国立公園に私行った時にいろんな解説の本が出てるんですけれども、日本語の本だけこれは化石の森の跡であるって書いてありました。
英語の本はもうそういうことは言ってないですね。皆さんの中で化石の森って教科書で学んだことある方いらっしゃいますか？覚えてないですね。まあ多分2、30年前までしかそれ抱えてないと思いますね。それからですね、これは何を示しているかっていうと、柔らかい地面が硬くなってしまうのにどれぐらい時間がかかるかっていうことですね。炭酸カルシウムが存在すれば、まあ簡単に言えば噴火が起こったら、そこ石灰岩が、砂岩や石灰岩ができる、そうですね、炭酸カルシウムが出現するわけですけれども、炭酸カルシウムの水溶液を地面に流し込むと、実は短期間ですごく硬くなってしまいます。セメントも似たようなもんですけれども、でセントヘンさんが噴火した後ですね、まあ、林業が盛んな地域だったので、また林業を復活させようとしたわけですね。で、林業に従事している人たちは残っている木を切ろうとしました。そうしたらチェーンソーが壊れてしまいました。それはなぜかっていうと、木の中にですね、この噴火によってこう噴出した石灰とか、まあ、炭酸カルシウムがこう染み込んだんですね。その結果もうコンクリートのように硬くなってしまったわけですね、木が。で、この木を取り除かないと林業を始められないっていうことで大変だったそうです。まあ、こういうふうにだん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 、柔らかい地面が短期間で岩石のようになってしまうっていうことですね。これはですね、鍵だって分かりますよね。これ1960年代の車の鍵です。海の中から発見されたんですけど、周りが完全に、まあ、化石っていうと化石という表現を使っていいのかどうかは別としてですね、完全に岩の中に取り込まれてしまってるんですね。まあ、そういうふうに、まあ、岩の中に生物が取り込まれれば簡単に化石になってしまいますし、何年でしたかね、ニュージーランドの山が噴火してある村が完全に埋められてしまったんですね。で、そこから50年ぐらい経ってからハムの化石とかですね、その村から発見されています。はい。まあ、そういうわけで皆さんがもしかしたら長い年月なければできない、そう教えられてきたことは、実はそんなに時間がかからないわけですね。聖書ではノアの洪水が起こったのは紀元前2480年ぐらいですかね。まあ、今から4500年弱ぐらいです、前ですね。で、それぐらいで地層はできるんだろうか、化石はできるんだろうか、地形は今日のようになるんだろうか、大陸移動は起こったんだろうか、それらすべてノアの洪水との関係できちんと説明できるんだっていうことを、知っておいていただきたいと思います。で、想像を信じている科学者たちは全能ではありませんので、場合によっては間違って理解することがあるかもしれません。間違って解説することがあるかもしれません。でも聖書に書かれていることは変わらないです。聖書は正しいわけですね。私たちの理解っていうのは時として間違うことがありますけれども、だからさらに新しい事実が発見されれば、その時にはもっと違う説明の仕方をするかもしれません。でも私たちが常に立とうと思っているところは聖書が何を言っているかですね。で、
科学で新しいことが分かったからといって科学を聖書より上には持ってこない、これが大切です。その一つの例として進化論の方が聖書よりもすごいと思ってしまって進化論を信じてしまうなら聖書を否定する形になるわけですね。聖書を証明しようとして行き過ぎたことをしてもいけないということですね。ロン・ワイエットっていう聖書学者、聖書考古学者がいるんですけれども、彼は聖書の真実、聖書の歴史を証明しようとして証拠を捏造したりしました。進化論者も進化を証明しようとして証拠を捏造したりします。でも全ての人がそうではないですけれども、私たちは何が正しいんだろうか、よく考えなくてはいけないと思いますね。もちろん証拠を捏造したり無理やりこうじゃないかっていう自分の思いを持ち込んで、これで聖書がそう証明されたとか、そういうふうに言うのは私はとんでもない間違いだと思っています。でも私たちは全能でもないですし全知でもないですし過去の歴史を知ることはできないですけれども、分かる範囲でこういうことが起こっただろうっていうことを推測できるっていうことを私は今皆さんに話をしているんですね。だからこれも聖書に基づいて推測していることなんだ。で、それと実際の証拠は非常によく合うでしょう。そこまでは提示できます。で、そこから先はその話を聞いた人がどちらを信じるか。進化論を信じたい人は進化論を信じるでしょうし、この話を聞いて、あ、なるほど、確かにそういうふうになるよねっていうことを信じられる人は聖書を信じると思います。で、信仰を持つために非常に役に立つのは確かに創造論だと思いますけれども、創造論を知れば信じれば聖書を信じるわけではないわけですね。まあそのことを私たちは知っていて、今もどなたでしたかね、柏原さんですかね、質問されたんですけれども、私たちの役割は伝えることですね。科学の証拠も伝えることはできますけれども、でもそれは絶対ではありません。でも聖書の御言葉は絶対ですね。だからそのことは私たちは伝える役割を与えられているんだっていうことを忘れずに伝え続けられればと思います。このノアの洪水のことと地層化石、そういうことを今お話ししましたけれども、昨日からですね、何か質問ありますか？特にないですね。はい、では、引き続きですね、氷河時代の話をさせていただきたいと思います。皆さん氷河時代って聞いたことありますよね。氷河期、いつ頃だと思いますか？はい、どなたか。松本さん、いつ頃氷河期はあったと思いますか？はい、いつ頃？5000年前ぐらい。はい、はい、ありがとうございます。はい、ヨブの時代。はい、私前これ話したことありますかね？あ、そうですね。そしたらこれ簡単にさせていただきたいと思いますけれども、ヨブの時代に聞いてない方のためにも、また聞いた方は復習のために聞いていただければと思うんですけれども、氷河時代、世の人々は100万年ぐらい、100万年前か10万年ぐらい前まで
何度もあったとかですね、場合によっては何億年も前から繰り返されてきたのが氷河期だって言ったりですね、そういうふうに言います。じゃあ聖書に基づいて何がわかるでしょうっていうことですね。ヨブ記にはヨブという謎の人物が登場するわけですよね。ヨブはイスラエル人じゃないの知ってました？知ってますよね。でもヨブは真の信仰者でした。私たちは聖書を読むときに全ての世界中の歴史が聖書に書いてあるわけではないですから、またイエス様につながるイスラエル人たちの歴史が中心に旧約聖書書かれていますから、それ以外の人たちってなかなかフォーカスを当てることってないと思いますけれども、でもそれ以外に信仰者たちはおそらくたくさんいたんだっていうことを知っておくことは大切じゃないかと思います。ヨブはウツの地に住んでいたわけですけれども、ウツの地っていうのはどういうところでしょう？考えたことありますか？で、ヨブはたくさんの家畜を飼っていたわけですね。しもべをたくさん持っていて、東の人々で一番の富豪であったっていうことですね。この人は潔白で正しく神を恐れ悪から遠ざかっていた、こういう人です。ウツの地はどこでしょうか？ウツの地っていうのはエドム人の住んでいたところだと考えられます。東の人々、ヨルダン川を知っている、ヨブ記の中にヨルダン川が出てきたりですね、アイカにはウツの地に住むエドムの娘よっていうふうに書かれています。まあ、こういうようなことで、エサウの子孫が住んでいたのがウツの地ですね。おそらくヨブもエサウの子孫だったんではないかと考えられます。セムの子のノアの子のセムの子の、アラムの子にウツという人がいます。この人が最初住み着いたのがこのウツの地ではないかっていうふうに考えられますけれども、でですね、ここら辺ですね、ウツの地。じゃあヨブっていうのは誰でしょうか？おそらくですね、ヨブはですね、このヨブは3人の友達がいるわけですけれども、テマン人エリファズ、シュアハ人ビルダデ、ナーマ人ツォファルですね。このエリファズっていう名前とシュアハ人っていう名前、これが創世記に出てきます。まあ、テマン人エリファズ、テマン主張テマンとかですね、まずシュアハっていうのはアブラハムの2人目の奥さんのケトラの息子にシュアハがいるわけですね。で、この子孫ではないかっていうふうに考えられます。ですからアブラハムはおそらく信仰を子どもたちに伝えたと思いますので、この中にも信仰者はたくさんいたと思いますね。またエサウの子孫にはエリファズが長男として生まれます。で、エリファズの子はテマンですね。で、このエリファズはですね、ユダヤ人の伝承、あんまり時間をかけない方がいいですね。ユダヤ人の伝承によればヤコブが逃げていった時にヤコブを追っかけていった人だそうです。で、エリファズはヤコブから創造主のことを教えられて、だからエリファズの信仰の師匠はヤコブだったっていうふうに言われています。でもエサウから命じられて、ヤコブが、逃げていくときにですね、追いかけていって追いついて、で、ヤコブはその時たくさんの財産を持って逃げていたそうですね。でもヤコブは全部財産をあげるから、そうしたら私は死んだようなものだからって言って、それで、そうしたらエリファズはそれで納得して、ヤコブを殺さずに財産だけ受け取って帰っていったっていうふうにユダヤ人の伝承では言われています。まあ、そういうわけでエリファズも信仰を持っていたと思いますね。
ただ、まあ、このエリファズとかビルダデとかツォファル、その彼らは神様のことを語っているんですけれども、神様の理解についてはちょっと間違っていることが多々ありました。ヨブ記を見るとそういうことが分かりますけれども、脱線ばかりしてしまうとあまり時間無駄になってしまうので、おそらくですね、エリファズの、あ、このヨブ記に出てくるエリファズっていうのはテマン人エリファズとありますけれど、テマンが主張になって、その父親になるわけですね。でテマンの時代になってテマン人エリファズというのは多分このエサウのこのエリファズのことではないかと推測されます。まあ、そういうわけで、あのヨブの時代っていうのはヤコブの時代からそんなに離れてない時代ですね。またヨブ記の、中にですね、ヨブが王であったことが書かれています。でそういうようなことを、まあ、総合していくとですね、ヨブ記の36章のところに、このエドムの王たちのリストがあります。で36章の33節に、ベラが死ぬと代わりにボツラから出たゼラフの子ヨバブが王となった、こうあります。でこのヨバブっていうのがヨブではないかと推測されます。はい、まあ、ノアの洪水からこの時代はまだそんなに何百年かしか経ってなかったわけですけれども、ノアの洪水が終わった直後っていうのは、世界中が水浸しになった後なので、非常に肥沃な土地、あの作物が非常に盛ん、まあ、茂る土地がたくさんあったと思いますね。でこのヨブの時代もたくさんの、生き物を飼っていました。それでですね、ヨブはですね、大体そうですね、ヨブは10人の子供でしたかね、7人の息子と3人の娘がいたので10人の子供たちがいたわけですね。でおそらくその7人の息子たちが成人していたと考えられるので、そうすると少なくてもヨブは50代、もしかしたら60代になっていたんではないかと考えられます。でこのヨブ記の最後のところでは、その後ヨブは140年生きたって書いてありますから、ヨブの寿命はだいたい200年、200歳かもう少し生きたんではないかと考えられます。で、この表を見ていただきたいんですけれども、この表を見るとですね、ヤコブが147歳まで生きています。イサクは180歳までですね、アブラハムは175歳まで生きてるんですけれども、でこの頃ですね、ヨブはおそらく200歳まで生きていたんではないか、で200歳ぐらいまでですね生きていたと考えられます。それからうつの地の環境ですけれども、羊が7000頭、ラクダ3000頭、牛500匹、メロバ 500頭ですね。荒野にこれだけの家畜を飼えるだけの土地があるかっていうと、おそらくないと思いますね。今あのエドムの地って皆さん行っていくとですね、あまり緑が広がっているところって少ないと思いますね。このような同じ量の家畜を飼えるところっていったら、例えばオーストラリアの大道牧場は羊7000匹飼っています。大体同じぐらいですね。ということはそのヨブの生きていた時代と今とでは環境が変わってしまっているっていうことですね。ノアの洪水の直後は肥沃な土地が広がっていたけれども、今は荒野になってしまっているところです。ヨブの時代はまだ肥沃だったっていうことですね。徐々に砂漠化していった。あのノアの洪水のあと、
肥沃だったけれども今砂漠化しているところを湿潤砂漠っていうふうに呼びます。で進化論では湿潤砂漠を長いもう大昔っていうふうに捉えるんですけれども、聖書に基づいて考えるとだいたい4000年ぐらい前ということですね。でもう一つ呼ぶ記には雪とか氷とか、霜とか凍るという表現がたくさん出てくるんですね。おそらく聖書の他のものよりもよっぽど多いんではないかと思います。例えばですね、すいませんちょっと飛ばし気味でやりますけれども、そうですね、すいません、せっかくなので飛ばさずにいきます。呼ぶ記にはこの神が山々を伝えるが誰もこれに気づかない、神は怒ってこれを覆される、天変地異が起こったことを呼ぶは知っているわけですね。神が地をそのもといから震わすとその柱は揺れ動く、これは大地が単なる地震じゃなくてですね、本当にこの天地が覆されたような天変地異のことを語っているのではないかと思います。また呼ぶ記の38章でこれは主が呼ぶに語られた言葉ですけれども、海が吹き出て体内から流れ出した時誰が戸でこれを閉じ込めたのか、これはおそらくノアの洪水のことを指して語っていると思いますね。その時私は雲をその着物とし黒雲をその睦月とした、私はこれを区切って境を定め貫抜きと戸を設けていった、ここまで来てもよい、しかしこれ以上はいけない、あなたの高ぶる波はここでとどまれ。ノアの洪水がこのようにして収束したということですね。またテマン人エリファズはこのように言っています。あなたは悪人が歩いたあの昔からの道を守っていこうとするのか。エリファズはヨブは罪を犯したってもう決めつけて話しているわけですけれども、彼らは時がまだ来ないうちに取り去られ、まあ、寿命が来る前に亡くなったっていうことですね。ノアの洪水の時彼らは、当時の人たちは寿命が来る前にノアの洪水で滅ぼされたっていうことを言っています。彼らの土台は流れに押し流された、彼らは神に向かっていった、私たちから離れよ、全能者が私たちに何ができようかということですね。まあ、こういうふうにエリファズとか、まあ、その他の人たちも神様の存在のこと、また聖書のことですね、聖書の歴史だけを知っていたわけですね。またヨブはアダムの罪によってこの世界が堕落したことを知っていました。そしてヨブは自分は潔白だと信じていたわけですけれども、私がアダムのように自分の背きの罪を覆い隠し自分の咎を胸の中に秘めたことがあろうか、ちゃんと主の前に毎回罪を犯したら謝っているよっていうことですね。あるいは私が金を払わないでその産物を食べその持ち主の命を失わせたことがあるなら、小麦の代わりに茨が生え大麦の代わりに雑草がはびこるように、これも創世記3章でですね、アダムが罪を犯した時に地はあなたのゆえに呪われてしまった、茨とかアザミとかですねが生えるっていうことをヨブは知っていて、もし私ヨブが人を騙したりしたならそういうふうに私はの土地は呪われても構わないというようなことを言っているわけですね。それからバベルの塔の事件も知っていました。神は国々を富ませまたこれを滅ぼし、国々を広げまたこれを連れ去り、見よ私の目はことごとく見た、これをことごとく見た、私の耳はこれを聞いて悟ったってありますけれども、ノアの洪水の前の国々は滅ぼされました。また、バベルの塔の時ですね、人々は主に一丸となって逆らったわけですけれども、そこ言語が
混乱させられた結果、人々は世界中に広がっていって国々を作っていったわけですね。そういうふうにしたのが主であるということをヨブは知っていました。ですね、そしてヨブ記の随所に雪とか氷とかそういう表現が出てきます。見ていただければいいですね。読んでいくと時間がなくなってしまうので、まあ、こういうふうにたくさんの箇所にですね、氷とか雪とか氷というのが出てきます。このことからヨブ記の時代どんな感じだったか推測ができると思いますね。ヨブの時代はおそらく氷河時代だったのではないかということが推測されます。でヨブ記にはたくさんの興味深い記述が書かれているんですけれども、特に想像を信じる科学者たちはこの雪とか氷とかそういうところに着目して、じゃあどういう状況だとこういうことが起こるんだろうかっていうことを考えたわけですね。ノアの洪水が起こったら海の海水温度ってどうなるでしょうか。海底火山が噴火し、するわけですね。また大陸移動が起こるわけですね。おそらくノアの洪水直後は海の水の温度が30度ぐらいまで上がったんじゃないかって推測されます。そうするとどうなるでしょう。海の水はどんどん蒸発するわけですよね。で、陸地では雨となって降るわけですね。そうすると非常に植物の育ちやすい、まあ、熱帯雨林気候みたいであったり、あるいは先ほどのヨブ記のたくさんの家畜を飼えるような状況が整うわけですね。洪水の直後は海水温が高かったのでたくさんの降雨があったと考えられます。で、洪水の直後は海のそばは非常に温暖ですね。ですから雪はほとんど降らなかったと思うんですけれども、ヨブの時代に向かうにつれて海水温は少しずつ少しずつ一気には冷えないですね。大量の水ですから徐々に徐々に冷えていって、で700年ぐらいかけて今日の海水温に下がったんじゃないかと考えられています。で海水温が あと火山噴火によって、火山灰が中空を覆うわけですね。そうすると太陽光がなかなか入りにくいっていう状況が起こります。で、その時に夏になってもあまり暖かくならないという現象が起こったと考えられます。で、氷河が発達する条件は、海水温が高いっていうことと冷夏ですね、夏に冷たいっていうことです。で、海水温が高いとどんどん海水が蒸発するわけですけれども、でそれと同時に普通だったら雨となって降るわけですけれども、まず冬寒いと、山間部から始まって雪となって降るわけですね。で、夏寒いとその冬に降った雪が完全に溶けきらないで、また翌年さらに積もって、完全に溶けきらないでまたさらに積もってっていうことが繰り返されたと思います。で、そのようにして、万年氷ができていったと考えられます。これはヨセミテ国立公園ってアメリカにあるんですけれども、氷河地形と呼ばれています。で、マッターホルンとか、まあ、ホルンっていう名がつく場所ですね、角っていう意味ですけれども、これは上に出てるのはハーフドームと呼ばれていますけれども、まあ、氷河が
実際に流れたならばどういう地形ができるかっていうことは知られています。そういう氷河地形ができる条件が整ったのがこのノアの洪水の後ですね。ですね。で、ノアの洪水で堆積した地層の上にこういうふうに過去に起こった火山灰ですね、この黄色とかオレンジとか橙色とかは過去に起こった噴火の火山灰があるところですね。で、赤いところ、これは先ほどお話ししたセントヘレンズ山が噴火して堆積した火山灰ですね。これは20世紀最大の噴火と言われていますけれども、でもそれでもこれぐらいしか覆わなかったわけですね。でも過去を見てみるとものすごい量の火山灰が積もったことがわかります。ということはおそらくこれは氷河時代と関係があるのではないか、そういうふうに考えられるんですね。海水温の変化なんですけれども、だいたい30度ぐらいからノアの洪水から700年ぐらいかけて今日と同じぐらいになったのではないかと考えられます。これが氷河が覆った地域ですね。だいたい極地方から3分の1ぐらいの地域が氷河で覆われました。どうしてそれがわかるかっていうと、氷河が動いた跡があるからですね。で、氷河が発達していくとどうなるかということですけれども、山のところを見ていただくと少しずつ氷河が発達するにつれて海水面が下がったの見えるでしょうか。もう一回やりますね。どうでしょう。こういうふうになって、でも私たちはこういう今こういう姿を見ているわけですね。で、大陸棚は海の底です。でも氷河が発達するとですね、山間部では氷河がだいたい700メートルぐらいの高さで積もります。そうすると海水面は200メートルぐらい下降するわけですね。そうすると大陸棚がほとんど現れてしまって世界中がほぼ地続きになります。で、この、大陸棚の部分が地面になった時のことを陸橋っていうふうに言うんですけれども、で、この陸橋が現れると世界中がほぼ地続きになってしまうっていうことですね。これは何を示しているかっていうと、ノアの箱舟から出てきた人たちは最初メソポタミアに住み着いたと思います。でもしばらくしてから氷河がどんどん発達し始めて、おそらくバベルの塔の事件と関係があるのかもしれないと思うんですけれども、最初人々は一つところに住んでいましたけれども、でバベルの塔の事件の頃大量の火山噴、たくさんの火山噴火ですね、今日とは比較にならない規模の火山噴火が起こったのではないかと推測されます。で、それで堆積したのがああいう火山灰の層ですね。で、そういうことが起こったら冷夏になって、冷たい夏ですねになって氷河が発達して世界中が地続きになって、その時に動物も人も世界中に移住したのではないか、そう考えられます。だから今日はですね、こういうふうに大陸が分かれているわけですけれども、オーストラリアとかニュージーランドとかなかなか海を越えられるとは考えられないわけですね。でも氷河時代があったならば世界中に人も動物も移住することは可能だったっていうことです。世界中に創世紀の出来事と同じような伝説が残っています。オーストラリアにはアボリジニっていう原住民の人たちがいるんですけれども、で彼らも創世紀の天地創造の話とか
アダムの罪によって死が入ったっていうような話とか、ノアの洪水みたいな話とか、ちょっとずつデフォルメはされてますけれども、そういう話を持っています。日本でもですね、沖縄の地方にはまあアダムとエヴァのような伝説があったりとか、そういうことがあるんですね。世界中の人たちが何かしら聖書の創世記の出来事を伝説として持っていたりします。じゃあバベルの塔の事件はいつ起こったのかっていうとですね、ペレグが生まれた時でですね、だいたいノアの洪水が終わってから101年後ぐらいではないかと考えられます。またアッシャーのアッシャー司教の年表によれば105年後ぐらいですかね、だいたいその頃にバベルの塔の事件が起こったと考えられます。ですから世界中の人たちといっても当時はまだそんなにたくさんではなかったと思いますね。創世記10章に世界中に広まっていった人たちの民族のリストが挙げられていますけれども、そのリストでは70民族もない感じですね。ですからおそらく最高で70ぐらいの言語にしか分かれてなかったのではないかと思いますけれども、でその70家族ぐらいですね、それが世界中に散らされていったんじゃないかと考えられます。ですね、バベルの塔の廃墟ですけれども、今日おそらくこれがバベルの塔の廃墟じゃないかと考えられています。エテメンアンキと呼ばれるところですね。天と地のもといの寺院という意味ですね、エテメンアンキっていうのは。でバベルとバブイルっていうのは神の門っていう意味ですけれども、でバベルっていうこのバブとエルですね、エルは神だっていう、神っていう言葉だっていうのを皆さん知ってると思いますけれども、バブは門ですね。ですのでもともとの意味は神の門という、自分たちは神のところに行く、これがもそのバベルの塔っていうのは自分たちが神になる門みたいな意味合いでつけられたんではないかと思いますけれども、言語の混乱が起こってその後バベルっていう言葉には混乱っていう意味が付け加えられたんではないかと考えられます。でその姿、実際の姿はこういう形だったんではないか、そう考えられます。またバベルから始まって、ニムロデが移り住んでいったとこが名前が書かれていますけれども、レセンとかなんとかかんとかっていう町ですね、それぞれのところからやはりこのようなジグラートが発見されています。おそらくニムロデは移り住んだ先々でジグラートを建てていったんではないかと思いますね。これはウルのジグラートですね、上の方はもうなくなってしまっていますけれども、でですね、はい、でこのバベルの塔の事件が起こった頃、氷河がどんどん発達していった時代じゃないかと思います。ちょっとお待ちくださいね。で先ほどワシントン州のグランドクーリーというとこ、峡谷ができたという話をしましたけれども、歴史上地表では大陸氷河が発達した時代、これを氷河時代っていうわけですけれども、
聖書に基づいて考えると、ノアの洪水後しばらくしてからですね、洪水の直後は海がとても暖かかったので氷河は発達できなかったのではないかと思いますけれども、100年ぐらいしてからおそらく700年ほど、500年から700年ぐらい続いたのではないかと考えられます。で、氷河が発達していて、で氷河が終わる時ですね、どうなるかっていうと、氷河がだんだん溶けてくるわけですね。で、水ザコという、ですね、進化論者はこれは洪水が何度も起こってできたんじゃないかと考えました。で、これがグランドクーリーですね。どうしてできたんでしょうか。このグランドクーリーがあるところには実は川が流れていないんです。で、キャニオンっていうと峡谷の下を川が流れてるんですけれども、クーリーっていうのは峡谷だけれども川がないところですね。で、これの近い、最もこのグランドクーリーに近い川はコロラド川で、今なんて言いましたかね、コロンビア川って言いましたかね、それはかなり離れているっていうことですね。ここから、どうやってこの何キロメートルもの幅の、しかも何百キロメートルにもわたる峡谷が築かれたかっていうのは進化論では解明できないわけですね。なぜなら川が流れていないからです。グランドキャニオンだったら川が流れているので、その川が削り取ったって簡単に説明できたと思うんですね。でも川がないけれどもこのような地形ができているっていうのが不思議だったわけですね。で、それを研究したのがブレッツ博士ですね、シカゴ大学の。で、コロンビア側は80キロ離れたところにありますけれども、コロンビア側はこの峡谷を通っていないわけですね。それでですね、こういう巨大な花崗岩があるんですけれども、これはこういう花崗岩はこの場所にはないものなんですけれども、なぜこういうのがここにボコンと存在しているのかがわからないわけですね。中には100トンもある岩とかですね、そういうのが絶壁を越えて入ってきているということですね。こういう岩があちこちに残されています。どうしてこれは運ばれてきたんだろうということですね。で、現在も氷河があるところがあります。で、特にアイスランドとかですね、そういうところでは、これ氷河ですね、氷河が動いているところです。氷が川となのようにこう動いてきているところですね。で、こういうのも峡谷を削り取っていったりですね、するんですけれども、で、この氷河によって巨大な岩が運ばれてきたんではないかというふうに考えています。
じゃあグランドクーリーは氷河で削られたのかっていうと、実はそうではないっていうことですね。氷河で削られるときは U 字谷といって U の形に氷あの谷が削られていきます。で問題はグランドクーリーのあるところには氷河は来てなかったっていうことですね。それからこういう凹穴っていうんですけど、丸い穴が開いています。こういう凹穴っていうのは進化論では説明ができないんですね。なぜこういう丸い穴ができてしまうのかっていうことですね。で、あの氷河が発達していた場所っていうのはこれぐらいの場所だっていうことが分かっています。でですね、グランドクーリーがあるのはこの下の部分ですね。ここら辺にグランドクーリーがこうあります。で、分かったのは、あの氷河が発達していた時、こちらにですね、ミズラ湖、ここではグレーシャルレイクミズラって書いてあるんですけど、あのここが隠れていますけど、グレーシャルっていうのは氷河ですね。氷河湖ミズラですね。あと こっちはグレーシャルレイクコロンビアって書いてありますけれども、氷河で、あの氷河がせき止めたことによってダムみたいになってしまって水たまりができ、まあ、水が湖ができてしまったっていうところですね。これは今私たちはこういう景色で見ることができます。今は水田市という市がここにあるんですけれども、でこれが水田湖ですね。かつてあったと考えられる氷河が発達していた時期ですね。でこの茶色い部分がグランドクーリーです。で氷河はここまでグランドクーリーまで来てないのに、こういう峡谷ができているのはなぜだろうかということで、ブレッツ博士が研究して分かったのは、この水田湖がですね、氷河が決壊し、あの溶けていったことによって氷河ダムがなくなって崩壊して、そして一気にこの水が流れ下ったことによって峡谷ができたっていうことが分かっています。1996年にアイルランド南部で、惨事が起こったんですね。それは氷河が溶けて、そして大洪水が起こったわけです。そして氷河があるところは毎年のようにこういうことが起こるんですけれども、で氷っていうのは普通0度で凍るんですけれども、氷河の下ではあの氷って膨張しますよね。膨張できないと凍らないんですね。ですから0度以下なのに水の状態になります。これを超冷水と言います。で超冷水はものすごい圧力を持っているわけですけれども、それで氷河を削り取ったり溶かしたりしてですね、氷河に裂け目が生じます。どうしましょう。はい、ここで休憩を